南小谷から大糸線は電化区間が始まります。左側に止まっておりますのはこれは特急あずさ用の車両かな。あ、ですよね。本当だったらこれに乗って松本まで行こうと思ってたんですけど、あ、でもね、そんなものなんかより、まあ、確かにあずさも乗ってみたかったけど、あ、でもね、そんなものよりね、こんなリゾートビューふるさとってのが今日運転されておりましたから、やっぱりね、こっち乗った方が面白いし、結構ね、安いんでね、結構ですね、早く快適に松本まで向かうことができますから、今回はリゾートビューふるさとで向かうことになります。いや、本当にね、大糸線結構風景が良かったんですけど、あまりに人が多かったんで、残念ながら紹介をすることはできませんでした。一応ね、その時の車窓の映像なんかは載せてますけど、南小谷から特急あずさの車両が来てるんですけど、これ12両ぐらいあるよな。こんなね、需要ないと思うんですけど、まあ多分南小谷から先で結構白馬とかからね乗る人がいるから、こういう風に運転をしてるんだと思いますけど、あ、どうなんでしょうか。こちらがですね、リゾートビュー用の客車でございます。いや、かっこいいですね。で、列車は止まってるんだけど、まだはドアは開いてないから乗ることはできません。で、この列車はあと50分後に松本まで行くのかな。車体にはリスポートハイブリッドトレインって書いてあります。ハイブリッド車なんですね。こちらが南小谷駅の駅舎でございます。駅舎の前にはですね、まあ駅舎の前というか駅前にはこのように川が流れてるんですね。いや、雄大ですね。すごいな、川が流れが強い。もうこんなん落ちたらすぐ流されてしまいますよね。いや、ちょっとこれは怖いな。いや、でも水の透明度は素晴らしく綺麗ですね。これは確か向こうの方だと思いますが、黒部ダムがあるんですね。立山黒部アルペンルートというんですが、まあ、そちらの方もね、この旅行で行こうかなと思ってたんですけど、もう残念ながらちょっとね、本当にお金がないんで、残念ながら行くことができません。本当に残念です。南小谷の横の、まあ、線路まで来たんですけど、なんかね、ちょっとあの坂きつくないか。きついですよね。よく見たらね、25% ミルって書いてあるんですね。いや、きついな。こんな坂登れるんですかね。まあ登れるんでしょうね。いや、かっこいいですね。 E353 系特急あずさ号。右側におりますのはこれから乗車するリゾート村上です。対向の長野方面じゃなくて松本方面からの列車がやってまいりました。あれはもう JR 東日本の車両ですね。形式は分かりません。 E126 ってか、ね、E126 ってやつですかね。いや、いいですね。南小谷駅、もういろんな列車が来るじゃないですか。もう特急も観光列車も、そして JR 東日本、西日本のそれぞれの普通列車。いや、面白いですね。で、これで多分特急あずさが出るはずなんですけど、まだ出ないな。発車と同時にライト全部フルに点灯させましたけど、あんなに、ライトがつくんですね。すごい、かっこいいな。すいません、12両編成ってね、最初言ったんですけど、8両編成でしたね。いや、いいですね。 E353 系本当にかっこいいな。で、次はね、多分おそらくこれから乗ろうとしているリゾートビューふるさとの改札が始まると思うんで、そろそろね、もう駅に戻ろうかなと思います。こちらはですね、これから松本まで乗車する車両なんですが、ちょっとね、エンジンの部分見てほしいんですけど、どれかな、これだな。ちょ、エンジンね、かっこよすぎませんかね。なんかこれ、多分普通のエンジンとは違うんでしょうね。ハイブリッドって書いてあるんで、おそらくこちら側に停車しております列車を乗り継いで行っても、まあ、松本まではね、普通に行くことができるんですが、ですがね、こんな座席なんかよりもね、やっぱりね、こっちのリクライニングシートの方がいいですよね、絶対。リゾートビューふるさとは長野駅です。長野までは行きません。松本までしか行きませんね。というのもね、ちょっと松本の観光なんかもしていこうかなと思っておりますので、こちらはですね、座席なんですけど、いや、すごいですね。すごいゆったりとしてていい感じなんじゃないでしょうか。で、こちらのリゾートビューふるさとはですね、前面展望と後面展望を楽しむことができます。もちろんこちらは後ろ方向なんで、後面展望しか見ることができませんが、前の方のですね、こういうところに行けば、スペースがあるんですけどね、ちゃんと見るようなところに行ったら、もう前面展望も全然楽しめるんじゃないかなと思います。座席はこのような感じでですね、まあ、思いっきり通れるんですけど、すごすぎる。そう、ちょっとね、これはいいね。これにだってね、普通の乗車券に530円足すだけで、こんなね、素晴らしい列車に乗れるんだからね、絶対利用しない手はね、ないですよね。とりあえず車内の設備について紹介しようかなと思います。車内はですね、まあ、このようになっておりまして、あとはですね、なんかテーブルなんかも出すことができます。これがですね、まあ、普通に新幹線じゃなくて普通にね、まあ、テーブルを出せるような席であれば、まあ、同じような席なのかなと思います。やっぱりね、この車両の一番すごいところはね、ここ足元がね、本当に広いんですね。いや、これはすごい。普通に北陸新幹線とか上越新幹線、今回の旅行で、まあ、4回ぐらい乗りましたけど、いや、そんな車両なんかよりもね、全然広いですよ、これ。いや、すごいな、本当に。こんな車両にね、普通の乗車券プラス530円乗れるって、ちょっとね、都合良すぎるんじゃないかなと思いますが、どうなんでしょうか。他にはですね、このようにモニターなんかも設置されております。モニターには全面展望が映ってますね。いや、こういう風に楽しむことなんかもできます。お、列車が発車したな。南小谷駅の発車でございます。
結構ね、特急型車両よりも全然もう優れている車両なんですが、一つですね、劣っている点がありまして、それがね、コンセントがない点なのかなと思います。普通の JR 東日本の特急にコンセントはね、おそらくついてたと思うんですけど、でもね、この車両にはついてないんですね。ですがね、もう周りの設備が良すぎてね、もうそんなはもうどうでもいいでしょ。ちなみにですね、リクライニングがこんだけ倒れるんですね、もうちょっと頭おかしいですよね、おかしいよ、本当に。大糸線は本当に谷底を走っていく路線なんですね。向こうはあまり見えませんけど、でもね、結構深いところを走ってますよ。いや、すごいですね、本当に。川の流れもすごいわ。いや、面白いですね。やっぱ風景がね、綺麗だわ。じゃないでですね、普通に説明なんか、車窓の説明なんかがあるんですけど、右側に見えるのは、これはもうアルプスなのかな？すいません、南アルプスだったかな？すいません、ちょっと僕はね、この辺りの地域について全くわかんないんで、なんとも言えませんが、おそらくなんですが、多分この向こうに立山黒部アルペンルートがあるに違いないとは思います。列車は駅を通過、白馬大池という駅を通過しております。普通にね、快速列車なんで、こういう風にね、駅を何回も通過していきます。この区間では列車はあんまり速度を出さないようですね。多分おそらくなんですが、あまりにも谷深すぎてですね、落石なんかも発生しかねないということで、このように安全を重視して、このようにゆっくり走っているものと思われます。それがただ単にですね、線路状態が良くないのかもしれませんが、多分おそらくは安全上の問題で、このような速度で走行していると思われます。ちょっとね、申し訳ないんですけど、ちょっとこの人形というか、おそらくシールだと思うんですけど、ちょっとね、邪魔ですね。もうちょっとね、この辺り後ろの方とかに貼っつけてくれたら、もうちょっとですね、車掌をじっくり見ることができるのかなと思いますが、別にね、これでも十分なのかなと思います。列車は現在、鉄橋を渡っております。いや、本当に向こう側すごいな。あれ、どうなってんだ？普通になんか、できてますよね。いや、すごいな。最初の停車駅は白馬です。白馬は確か、スキーで有名なところが白馬じゃなかったですかね。確か今日会った、燕温泉で会ったおじさんがですね、白馬とあとは滋賀っていうところのスキー場はですね、なんか雪の質がいいから、だからスキーをやるなら、白馬か滋賀でやった方がいいっておっしゃられてましたね。一番前の全面展望を体験するところまで来ました。いや、すごいですね、ここからの風景、なかなか面白いです。他にもここにスタンプなんか、あとは、そういった篠ノ井線、今から通る信越本線とかの案内なんかも載ってますね。やっぱりこれから多分どんどん人が乗ってくると思うんで、こういったところってのは絶対に混雑すると思うんで、やっぱり人があんまり乗ってない時に早めに来るべきだと思います。おお、列車が駅を通過しようとしてるな。あれは何駅っていうんだ？一面一線の駅ですけど、すいません、わからないですけど、いや、すいませんね、わかりませんでした。稲盛駅かな？車両の形式は E302 っていう形式か。もうすいません、全くわかんないんですけど、もう多分ハイブリッドなんで特殊な形式なんでしょうね。1両目の後ろ側にはこのようななんか変な人形が載せてるんですけど、こんなね、人形なんか載せずに普通にね、定員増やした方がいいんじゃないですか。これ多分ね、2席ぐらい、2席じゃなくて、ここは座席回転してるんで、4席分ぐらいね、定員減ってると思うんですよ。列車は上白駅で停車中。多分大糸線はですね、単線なんで、列車の行き違いなんかをするんでしょうね。もう少ししたら多分来ると思われます。普通列車がやってまいりました。こういう風にね、全問展望で見られていいですよね。多分もうすぐそこまで来てると思うんですけど、いや、見えないな。もう来た来た。あれはさっきの駅で見た車両なんですけど、すいません、形式までは分かりません。本当だったらね、この車両で松本まで向かう予定だったんですけど、でもね、530円足すだけでね、こんな素晴らしい座席に座れることができるんだから、こんなね、素晴らしい話ないですよね。こちらが後面展望ですね。いや、こちら側でもね、なかなかいいんですけど、ちょっと酔いそうな気もします。現在の速度はですね、何キロだ、これ60キロぐらいしか出してないんじゃないかな。多分60キロですね。いやー、すごく遅いですね。後面展望もなかなかいいんですが、やっぱりね、前面展望の方がいいのかなと思いました。なんかやっぱり迫力が違いますよね。こっちもいいけど、車内の様子はこのような感じです。乗客はあんまり乗ってないような感じですね。お、なんだか立派な湖が見えましたけど、これは何ていう湖なんだろうか。調べてみたら青木湖っていうらしいですね。別に特にそんな変わったところはないんですけど、いや、でも綺麗ですね。これが南アルプスかな。その手前に湖があります。結構ね、この対比なんかも面白いんじゃないですか。お、なんかカヌーで遊んでる人がいるな。カヌーじゃないか、ボートで遊んでる人がいますね。いや、田んぼが綺麗ですね。ここは本当に綺麗だ。田んぼについてはもうニーガレたくさん見てきたんですけど、でもね、なんかちょっと別のような気がします。いや、結構綺麗ですね、なんか。ちなみになんですが、リゾートビーふるさとにはこのように、ジュースなんかも売ってたりします。ビールなんかも売ってますね。あれは何だろうな。信濃町の駅に到着しました。
この駅でリゾートビュー、ふるさとか、ふるさとは25分じゃなくて10分の停車です。今の時刻は15分なんで、発車は25分ですから、まああと10分ぐらい停車するというわけですね。信濃町には駅そばがあるんですね。いや、今度食べてみたいな。列車あと2分で発車です。やっぱりこのリゾートビューふるさとって列車結構ね、あんまり速度出さないんですね、全体を通して。なんでなんでしょうかね。やっぱり風景なんかを見るのに特化した列車だから、あんまり速度を出さないようにしてるのかもしれませんけど、やっぱりね、私にとってはちょっとね、物足りないような気がします。向こうの列車はちょうど通勤ラッシュで、もうすごい満席だな。立ち客も出てるんですけど、僕が乗っている列車はまあすごくゆったりなんですね。いや、すごいですね。やっぱりね、踏切タイプなんだ。いや、珍しいですね。こういう街の方になってくると、こういうのでだいぶ減ってくると思うんですけど、いや、すごい珍しいな。列車がですね、急にいい走りをしだしました。これをね、ちょっと最初からやってくれたら結構楽しかったんですけど、何かやっぱできない理由があるんでしょうね。向こうに街なんかが見えてきましたけど、あれが松本の市街地かな。いや、あんまり見えないな。でも多分向こうの方が松本市でしょうね。松本駅に到着しました。乗って2時間ぐらいかかったんじゃないかな。いや、結構長かったですね。松本に着きました。ついにね、来ました。ここからね、本当だったら信濃線に乗って田沢方面まで行くんですが、ちょっとね、今日はもうこのままネットカフェに行こうかなと思ってます。リゾートビューの種別、いや、可愛いな。今から出ると思いますけど、いや、出ましたね。いや、いいね、いいデザインだ。松本駅に到着しました。で、本当だったらまあこのままネットカフェに行こうかなと思ってるんですけど、時刻がですね、現在17時20分なんですね。ちょっとね、これは早すぎるんで、じゃあどこか観光に行こうかなと思ってます。で、松本の観光といえばやはり松本城なんじゃないでしょうか。でね、ちょっと松本城ね、明日の朝行こうかなって思ってたんですけど、ちょっとね、まだ明るいんで、じゃあ歩いて15分のところにあるし、じゃあこれから松本城なんか行こうかなと思ってます。裏にね、マクドナルドがあるんで、あそこでちょっと動画編集なんかもしたいんですけど、どうするか、マクドナルドにするか、松本城に行くかなんですよね。どうしようかな、本当に悩むな。で、松本城はですね、もう最初から行きたいなと思ってたんで、今日行かなかったら明日の朝行くつもりなんですね。まあ、ですからどうしようかな、今から行っちゃっても明日の朝はもうすぐ長野まで行けるようにしとくか、あ、じゃあ今からちょっと松本城の観光でも行きましょうか。多分中には入れないですけどね。着きました。ここが松本城です。いや、立派すぎるな、これ。なんだこれ。ちょっとね、まあ、松本城もすごいんですけど、ちょっとね、水位がね、鯉がいる。ちょっと水位がね、高いんです。これが普通なのかな？鯉が普通にいるんですけど、もうなんか、くれーって言ってる。物乞いしてる。ごめんけどね、自分でも満足にね、ご飯を食べれてないのに、ちょっとね、こいつらにあげるような餌なんてね、あるわけないんですよね。いや、本当に立派ですよ、これ。立派だ。でね、ちょっと調べてみたら、なんとね、この松本城は国宝らしいんですね。城自体が国宝ってね、いや、すごいな。あ、と言うても、姫路城がね、まあ、世界遺産になってるんで、別にね、そんなすごくはないのかもしれませんが、いや、でもね、十分すごいですよ。いやいや、すごいすごい。普通にすごいよ。もう見るべきものは見たから、じゃあもう松本城はいいかな。でね、松本城の周りは、これはようこそ、学徒松本って書いてあるんですけど、あ、松本市、一律、松本市立病院じゃなくて、いや、博物館があるらしいんですね。そんなものはあるんですね。でね、ちょっと松本城の料金見てみたんですけど、大人は700円らしいんですね。ちょっとね、それは高いんで、昼間に来れた、昼間っていうか、空いた時間に来れたとしても、多分ね、中には入れなかったんだろうなって思います。じゃあもうこんぐらいでいいかな、松本城は。じゃあさっさとどっか、動画編集ができるようなところに移動することにします。